体感ですけど、おでこを触るよりスマホの背後、15度ぐらいかな。やだ、テンパ仲間いるじゃない。いや、ほんとそうなのよ。いや、今日は美容院も行って、ずっと舞台が続いていけなかったんで、髪の毛のカラーもしてもらって、これでもストレートアイロンかけてもらったけど、もうダメだね。宿もしてないです。朝はもうほんとベートーベン、朝ベートーベンとバッハの遺伝子持ってんのかってぐらいクルクルしてる。おすすめのアイロンは、前なんかインスタの質問でも答えたんだけど、ツヤグラだったかな、ツヤグラみたいな名前のストレートアイロンが私の髪の毛には合ってて、すごいずっと使ってます。そう、だからちゃんとすればちゃんとしてんだけど、そりゃそうだ。ベートーベンみたい。いや、ダメよ本当に、マジで。毎朝もあっちゃこっちゃ行ってっから髪の毛。いや、そうなんだよ、天才なんだねきっとね。地爪のケアって何かしてる？私は本当に割れちゃうから常にネイルしてるかな。だからジェルやってる自分で。だから何もしてない時とか、まあ、薬であんま派手なネイルできない時も透明なクリアネイルしてる。枝毛すごくない？枝毛じゃないよこれ、あ、ほんといろんな方向行ってるだけ。枝毛は何だったら今日全部切ってもらったと思うからないです。ドクターネイルしてるけど効果よくわからん。なんだろう、爪のケアのやつなのかな。あ、じゃあ超地爪のケアってこと？ない、してないな。特に。してない。